どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左利きのエレン、ブラパトーなどを書いております。原作版の左利きのエレン、35巻が出ました。ありがとうございます。まあ正確にはこの動画間に合えばちょっと、19時ぐらい出すんで、日付変わったら発売ってことなんで、まあ予約などアマゾンでもう始まってますので、ぜひ最新巻読んでほしいなと思ってるんですけども、今ねアマゾンに限らずかな、他のとこでもかもしれないですけど、ちょっと電子書籍めちゃくちゃセールになってます。1巻から20巻が0円、何巻かまでが 30% オフで、まあめちゃくちゃ安くなってる、まあ、かなりの割合がめちゃくちゃお安く読めるっていうことで、今電子書籍読むなら今ということでよろしくお願いします。もうセールの期間がね迫ってまして、ちょっと日付があれですけど、来週もうちょっとなので、終わったらまた普通の値段に戻っちゃうので、よかったらその積読でもしといてくれればいいなと思ってます。ちょっと時間ないんでね、駆け足になっちゃうんですけど、今日はコンビニで、全国のコンビニで左利きのエレンのホニャララがっていう話題なんですけど、これ何かっていうと、ですね、今日から左利きのエレンのステッカーが全国のコンビニでゲットできますという告知になります。e プリントサービスっていうのがあるんですけど、なんかローソン、コンビニにそのコピー機ってあるじゃないですか、そのマルチコピー機、まあまあ普通のコピー機あると思うんですけど、あれってなんか最近いろんなのできるじゃないですか、その写真をなんか画像で送っといて写真出力したりとか、なんかいろんな使い方できてると思うんですけど、ライブのチケット発行したりとか、なんかまあいろいろあると思うんですけど、それ系の新しいサービスで、いわゆるそのファングッズ、そのプロマイド写真とか、なんかそういうのがこうゲットできますっていう仕組みらしいんですが、それが始まりまして、まあお声掛けいただいて、じゃあ左利きのエレンもうやりましょうという感じでやってます。で今日からなんですけど、今日は原作版の左利きのエレンのステッカー、要は36種、その35巻までの表紙と、プラス外伝のシックっていう柳の外伝が今1巻出てるんですけど、合わせた36巻分の表紙をステッカーにしてランダムでゲットできるっていうやつです。はい、これめちゃくちゃ楽しみだな。ちょっと後でやってみますけど、はい、ということで、打ち合わせの前にちょっとコンビニ寄ってます。ファミマですね、ここは。はい、ここの e プリントサービスを押して同意し、このコンテンツ番号入力ってやつですね。でこれね、分かりづらいんですけど、 NOI01000 で、シール L 版、こんな感じで、各巻の表紙がこうやってね出てますけども、はい、全部あるな。でどれが出るかはお楽しみということでやってみます。なんか同時に何枚か引けたりして、はい、で私はお金ないんで300円としまして、何が出るか、はい、いいっすね、コンビニに左利きのエレンってフレーズがあるんだけど、はい、出ました。何が出るかな、何が出るか、はい、当たりですね神谷さん出ました。皆さんもやってみてください。